ウッキト・タダイエは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。ウキタ教科の子で、ウキタ・ナオイエの異母帝。イ。ウバは、戸川秀康の母。天文2年に、ウキタ教科の子として生まれ、古くから兄のナオイエを補佐して、その創業を助け、美禅と山城を居城とした。天正3年11月、兄、ナオイエと共に、美禅国の金山寺を復興させる。 復興について、返上院中高演技は、中津区段宮家屋村、直江浮田泉守、同社邸多大江によって成就したと記しており、直江と多大江を並列させる、記述の仕方から、多大江は、家臣ではなく当主、直江の実定として、勢力を有していたとされる。天正六年、毛利氏と共に、 ア子勝久や山中高生らア子軍が牢上する、ハリ国光月城を攻めた際には、病気の兄に代わって、ウッキタ軍の総大将を務めている。天正10年1月に、兄、直家が病死し、直家の着難、秀家が後を継いだ。しかし、秀家はまだ10歳と若かったため、タダイエが貢献役として、秀家を補佐した。特に合戦では、 秀家の人代として大将を務めることも多く、秀家からは一万国を与えられる。また、忠家は、豊臣政権にも参画していて、天正14年4月6日に、文後の大友総麟が、大阪城に登場して、秀吉に配慮したとき、秀家とともに、忠家もいたとされる。天正12年、秀吉の推挙を受けでは守るに助任したが、 天正十三年夏の四国攻め以前に忠家は出家していたといい、翌天正十四年の夏から秋にかけて、安津、式部武教法院とこうした。また、同時期に秀吉の直進に取り立てられ、家督を嫡男の浮立家に譲ったとされる。山品時常の日記、時常狂気を分析した大西康政によると、天正十四年から天正十九年にかけて、忠家は、 大阪で、大村雄希、楠木正虎秀吉側近の人々と交流し、レンガ会へ参加するなど風流な生活を送っていたという。天正十四年十月二十五日には、公家の九条金高を招いて、源氏物語の公爵を受けたり、千里宮から茶爵を送られたのも、この頃と推定されている。文禄元年から始まる文禄の役では、軍の総帥となった。 秀家の貢献役として、朝鮮半島に都会した。文禄二年一月の壁定館の戦いでは、軍旗が長引いたことに苛立って、先駆けを知り、同年二月の甲州山城の戦いでは負傷したが、書状の中で、傷が痛まないことを述べるなどの逸話があるという。慶長四年、四君、秀家と、加納の戸川通る安、高井への子、近谷、 古参の花草職衆などが対立した、浮っ騒動と呼ばれる内向が起きると、大阪で隠居した。慶長9年1月3日、真瀬セ原作の診察を受けた。真瀬セ原作は、自身の診療録である、医学転生期に、多大へについて、久しく、下血を患い今脱行と記している。その後、慶長14年に、大阪で没死したとされる。年 兄の直江を,を古くから補佐していたとされ、また兄の死後は老いである秀江の補佐に勤めた。反面、作望家であった兄を信頼しておらず、直江の前へ出るときは着衣のもとに鎖か扉をつけていたと言われるほど、兄を警戒していた。しかし、只家は、直江の近所やその、家老分と言われた、小野田白衛門など、たびたび通りに合わない人切りを行っており、 直江から任された美前と山城に一時立てこもるなど、単慮な行動に出ることがしばしばあったことから、大西康政は、ただへの鎖片びらの逸話について、直江の危うさよりも、実刑から命を狙われてもおかしくないただへの過去の行いや再疑心を物語るものであるとみている。ただいと春夏とを同一人物とする説がある。これはなどから、ただいと春夏が同一人物という説である。 ありがとうございます。